今回はたったの10秒、1日2回行うだけで気になるお腹、姿勢、痩せやすい体というのが作れてきます。早くお腹をへこませたい、太りにくい体を作りたい、早く痩せたい、何かしなければいけないけど何がいいのかわからない、そういった方にはおすすめな内容になってます。今回の動画を最後まで見てもらうことで、今からできる痩せやすい体作り、なかなかへこみにくいお腹、そこを簡単に変えていくことができます。最後までやり方を聞いてもらって、一緒に実践していきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、気になるお腹と姿勢の関係性、そして痩せやすい体作りというのを1日2回たったの10秒で今よりも効果的に変えていくことができます。今回は用意してもらうものがあります。でん、タオルを2本できれば用意してください。これを使うことによってお腹と姿勢、そして痩せやすい体というのが作れます。今回は初級と上級2種目紹介していきます。各10秒です。難しくありませんので、ぜひ一緒にやっていきましょう。そして今回タオルを使ってやっていくことなんですけども、お尻を締めた姿勢、お腹をへこませた姿勢、胸を張って肩甲骨を寄せた姿勢、その3つが身につきます。姿勢が正しくなることで大きく変わることは1つ、肺が広がりやすくなります。正しい姿勢というのは、体が緊張していない姿勢、体に無理のない姿勢になりますから、肺が広がりやすくなって酸素を大きく取り入れることができます。現代人はやはり肩が内巻きになって呼吸が浅くなってしまう。呼吸が浅くなるとカロリー消費が下がってしまう、代謝が下がってしまう、そういった原因があります。そこを今回改善して、酸素を大きく取り込むことによって脂肪燃焼効果が上がるといった結論になります。脂肪燃焼というのは酸素と大きく関係していますので、酸素をしっかり取り込むことによってカロリー消費が上がり、脂肪燃焼効果が上がるといった結論になります。それでは一緒にやっていきましょう。タオルが今ない方はやり方をしっかり真似しながら、タオルなしでとりあえず今日はやってください。そして後日タオルがある時にやってください。タオルがある方が10倍効果的です。それでは紹介します。まず1本目のタオルは足にセットします。足を閉じて後ろからタオルを回します。そうするとタオルをクロスさせて、クロスした部分を交互に踏みます。この状態で股関節を広げられて、お尻が締まって、腰から下が正しくね、姿勢が保たれます。このお尻が締まった状態がキープできると、お腹というのはへこんだ状態を保てれます。この立ち方一つでお腹がへこみます。ただバランスがいりますので注意してください。そしてもう一本、これは後ろで持ちます。こういった感じです。手を伸ばしたままで手をひっくり返します。こういう感じです。今の動きをした際に肩甲骨が寄せられます。肩が上がらないように、こういった感じです。手を下に下ろしてタオルをひねることで肩甲骨が寄せられ、褐色脂肪細胞に働きかけることができて、胸のストレッチができます。そして足にタオルを巻くことによって下半身をしっかりいい姿勢保てれますので、上と下同時に動かすことによって姿勢が正され、胸のストレッチもされ、肺が広がり、大きく酸素が入り、カロリー消費が上がり、脂肪燃焼効果が上がるっていうことになってきます。これをまず初級編、一緒に10秒やっていきます。まずタオルをセットします。このようにです。後ろから回してクロス、手は後ろに回します。上から持ちます。肩を落としてタオルをひねる。これを一緒に10回行います。呼吸は自然で OK です。
呼吸を意識してしまうと力が入っちゃうので、呼吸は意識せずに10回ほどひねりましょう。手の幅によって肩甲骨の寄せ具合が変わるので、しっかりね、肩甲骨が寄せられる手の幅にしてください。広すぎるとあんまり寄らないです。狭すぎると手がひねれません。なのでちょうどいい幅にしてひねっていきましょう。10回いきます。3、2、1、GO! 1、お尻締めて、2、お腹もへこませて、3、肩が上がらないように、4、5、6、7、8、9、お尻締めて、10、OK!次は上級編です。今のひねった手を後ろに上げます。ちょっとバランスがいるので注意です。手を後ろに上げた際に腰が反れないように、腰から下は安定させて手だけ動かします。これを10回いきましょう。手首をひねっていきます。スタート。1、2、3、肩が上がらないように、4、5、6、7、8、9、10、OK! お疲れ様でした。今回のエクササイズ、どうでしたか？今、息がしやすい方はしっかり胸が伸びてます。なんかいつもより肩が胸張ってる感じがする。そういった方は、しっかり呼吸が入ってきますので、体がリラックスしやすいです。そして骨盤、今股関節が広がっている感覚がある人はですね、お腹がへこんでお尻が締めた状態というのをキープしやすい姿勢が作れてきます。正しい姿勢になったことによって何カロリー消費が上がったってことはね、証明できませんけど、正しい姿勢で過ごす、正しい姿勢で歩く、座る、生活をする、そういったことによって継続的にそこを意識すれば、今よりも確実にカロリー消費は上がります。正しい姿勢がキープできるようになってくると、エクササイズを行っても効果的な姿勢でエクササイズを行うことができますから、さらに運動効果が上がってきます。今回たったの10秒、1日2回することで体に身についていきますので、朝起きて、寝る前、お風呂上がりなどにやってもらえたらと思います。頑張った方、練習した方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行ってます。説明欄にリンクを貼ってます。フォローの方もしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.